こんにちは。90年代カルチャー、浦原宿ファッション研究家、アキラです。今日はですね、大変ご好評いただいております。私アキラのライフワーク企画、 90s 浦原宿ファッションストリートスナップパート5、お届けしたいと思います。で、僕の動画では他にもですね、90年代のカルチャー、浦原宿ファッションについての研究家ですからね、研究発表の動画いろいろ上げておりますのでね、まだ見てないという方はぜひね、ご覧になってみてほしい。そして、まあ、気に入ったらね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。でですね、90年代にはですね、ストリートにですね、かっこいい若者たちがいっぱいいたんですね、溢れてたんですよ。カリスマさんたちだけじゃなくて、本当に一般人の方の中にもむちゃくちゃかっこよくておしゃれな方がいっぱいいて、僕たちがそれを見るのっていうのは雑誌のストリートスナップだったわけなんですね。だったらっていうことで、この現代2022年に私がですね、使命感を持って皆さんにですね、それをお伝えする、そういった動画でございます。で、基本的には毎回ですね、大体10枚から15枚の僕が厳選に厳選を重ねたスナップをここに大きくワイプで出しまして、全部解説します。で、解説しながらですね、当時の空気感を感じていただいて、でも本当に今のこの現代にもなんかこう参考になったり役に立ったりするようなかっこいいスタイルだったりファッションなので、参考にしていただけたらということでやってまいりますのでね、今日も最後までよろしくお願いいたします。それでは本日の 90s ストリートスナップ1枚目がこちらです。もうね、ザです。ザ・ノーウェア・ケイト、ザ・浦原宿ファッションでございます。この写真はもう結構古いものですね。95年ぐらいのものですね。これ後ろの背景わかります？この方もかっこいいんですけど、この後ろの背景、あのジョニオさんとニコさんの伝説のショップ、ノーウェアの入り口のドアでございます。そうなんです。この方はですね、その当時のノーウェアのこれショップスタッフさんなんですね、がお店の前でパシャリと1枚撮った写真、結構珍しいかもしれないですね。全身ベーシングエイプでございます。初期のエイプさんでございます。半袖のね、このダンガリーシャツ、そしてデニムをタックインしまして、このね、二つ穴のね、スウェードのベルトを垂らすのがね、当時のね、スタイルだったわけなんです。そしてですね、そのスウェード感とこのレッドウィングのアイリッシュセッターのスウェード感を合わせる、こういうね、素材合わせっていうのが結構浦原宿ファッションは結構多くあって、まあ、藤原博さんだったり二号さんが結構提唱してた、まあ、一つのスタイルでございます。続いて2枚目がこちら。この方もね、かっこいいっすよね。まあ、ヴィンテージのデニムですよ。さっきの1枚目はあれはエイプさんのデニムだったんですけれども、それもやはり2号さんがヴィンテージのデニムを、まあ、コレクトしてマニアっていうところから派生した商品じゃないですか。なんで一つやはり 90s 浦原宿ファッションはですね、このデニムを中心とした、特にヴィンテージのデニムを中心としたこういうスタイルっていうのが、まあ、一つの王道コーディネートでございます。で、この方はですね、レッドウィングですね。足元はもちろんレッドウィングのアイリスセッター、そしてこのベースボールシャツ M&M でございます。 M&M カスタムパフォーマンスでございます。めちゃめちゃかっこいいですね。ムラさんとマサさんという方2人でね、内装屋さんですね。その当時のノーウェアだったり、もうあらゆるお店の全ての内装を一手に取り仕切ってた、めちゃくちゃかっこいいなユニット M&M カスタムパフォーマンスさんでございます。それの伝説のベースボールシャツ、いや、しかもこれ赤文字でしょ。これ相当レアだと思いますよ。もうこれはアーカイブスで私も欲しいですけれども、まあ、一切出てこないですね。まあ、これはですね、このネイビー文字をジョニオさんがラストオージー3で、このモヒカン時代のね、ジョニオさんがバンズのチェッカーフラッグのスリッポンとヴィンテージのデニムとか合わせて夏にラフにね、これがかっこよかったんですよ。それでみんな憧れて、むちゃくちゃプレミアついてました、その当時。しかもこれでしょ。これはですね、今買えるものは、レボリューションさんっていう仙台ですね、の、すごく有名なセレクトショップさんの、25周年からの記念で、復刻されたものが今、市場で手に入ることができると思いますので、気になった方、今来ても、めちゃめちゃかっこいいで、いや、俺も買おうかな、あのレボリューションさんのあれ。本当にかっこいいんで、探してみるといいかと思います。今日もテンポよくどんどん行きますからね、3枚目の 90s ストリートスナップ、こちら。おしゃれ、めちゃくちゃおしゃれ。この方はなんか金沢の方みたいですね。で、なんか多分バイヤーさんとかそっち系のちょっとまあ業界っていうかちょっと関係者系の方ですね。なので
このグッドイナフのセカンドスタジャンっていうんですけど、いやこのサイジングがおしゃれですよね。ちゃんと自分分かってらっしゃって、中の T シャツは 40% かネイバーフッドかどっちかだと思います。で白 T にヴィンテージデニムで、レッドウィングのスウェードのアイリッシュセッター、これがまあ基本オートスタイル。そこにですね、黒のグッドイナフのスタジャンを自分の体型をちゃんと理解してオーバーサイジングを着る。この方のこのサイジング、この着方って2022年、今現代でも全然かっこいいでしょ。いや全然いいよ。いやむしろ最初の1枚目の方も2枚目の方も、そしてこの3枚目の方も、やっぱりね、この裏原宿ファッション90年代のカルチャーのこのスタイリングとかコーディネートって、色あせないんですよ。なんか古さが全然ないでしょ。だからこそ僕ね、今まさにこの2022年に大騒ぎしてこうやってね、フューチャーさせていただいてるわけでございます。続いて4枚目はちょっとさっきと雰囲気変わります。こちらです。いやー、僕もこの当時はこっち系でした。もうジョニオさんを崇拝していたので、ジョニオ様を神のように崇めていたので、この方も大きいジョニオさん寄りのスタイルですね。まあ、仲間のね T シャツ着て、で自分でリメイクしたクラストパンツ、ジョニオさんのまあ、真似といったらちょっと語弊ありますけど、ジョニオさんをね尊敬して憧れて、まあ、オマージュされて、まあ、インスパイアされて、ご自分でお作りになって、あと小物をこう散らして、でこの赤の光かっけえっすよね。やっぱり今のファッションでちょっとこうお気に入く感じも結構多いので、僕もそういったスタイリングも好きですけれどもね。ただこういうぶっ飛んだというかね、全然俺いいと思うんですよ、ありだと思うんですよ。だからね、アキラさんもこのね赤いグッドイナフのこれね、ウィンドブレーカー着て、この髪がね、この紫と青にこのことやってるわけですよ。ほんとちょっと恥ずかしいんですけどね、でも頑張っております。で、これご注目がですね、今までレッドウィングのアイリッシュセッターで散々来たでしょ。で、これもそうかと一見思うじゃないですか。違うんです、これはですね、アンダーカバーさんのものなんですよ。アンダーカバーさんのアンダーザカバーっていうショーの時に出た、まあ、レッドウィングのアイリッシュセッターオマージュのスウェードのブーツ、白、グレー、ベージュ3色出まして、そのベージュをお履きになってるんですよ。これね、誰か持ってません？結構状態いいやつ、 L サイズです。私もしですね、状態いいやつ L サイズ持ってらっしゃる方いて、もうちょっと手放してもいいかなっていう方いたら、私にご一報ください。すぐ買い取らせていただきますので、ね、よろしくお願いいたします。続いて5人目、5枚目のストリートスラップがこちら。この方もですね、ジョニオさん寄りですね。かっこよくない？俺この人めっちゃ好き。っていうか、この人のこの格好、今したい。このキャップかぶって、これアンダーカバーのキャップだと思うんですね。で、T シャツはグッドイナフなんです。これ僕と同じ。グッドイナフって書いた T シャツ着て、で、T シャツを3枚レイヤードしてるんですよ。多分、白い T シャツの下に長袖着て、ロン T 着て、その中に、赤い T シャツを着てここ覗かせてるんですよ。この着こなしね、おしゃれなんですよ。実はですね、ジョニオさんがラストオージー3でこういった感じでちょっとここに差し色赤着かすスタイリングをやられてたんですよ。そっからインスピレーション受けたんでしょうかね。ここに赤を見せて、で足元コンバースの赤履いて合わせてるんですよ。おしゃれじゃない？でサングラスかけたり小物で遊んで、このねタイガーブロンドっていうね、あのイギリスのね、このいわゆるジップパンツ、チェックのジップパンツの一番有名なメーカーなんですよ。タイガーオブロンドンですね。で今でもね探したら手に入りますのジップパンツ、これジョニオさんもね愛用されてて、まあそれから派生したアンダーカバーさんのジップパンツとかももちろん商品としてあったぐらいなんですけれども、このスタイリング、いやーめちゃめちゃ好き。この格好しよう。顔タイガーブロンドの顔、もう探して顔、そのぐらいこのスタイル好きでございます。じゃあ6枚目こちらでございます。またちょっと打って変わってなんですけれども、今ジョニオさん系列で来たんで、この方は全身アンダーカバーさんです。アンダーカバーさんの96年の SS の商品ですね。この緑のね、このボーダーのポロシャツ僕持ってたんですよ。ちょっとオーバーサイジングでね、むちゃくちゃかっこよかったんですよこれね。でその下、このデザートナイトカモのね、レベルカモというんですけれども、最近ね、エヌハリさんとコラボして復刻されたそのファブリックの元祖です。
ジョニオさんが開発したね、デザインしたこのナイトカモのショートパンツ、緑系で合わせて、で足元がアンダーカバーのノースウェーブタイプのスニーカー。これ出てこない、これも誰か持ってません。このコレクションなんですよ、僕のこれ貼ってあるアンダーザカバーって時のコレクションで、あのレッドウィングのアイリセタオマージュのブーツが3色出て、でこのノースウェーブオマージュのスニーカーも3色出たんですよ。クロムジ、それからこのナイトカン、それからドクロ、これもね出てこない。これも誰か L サイズ持ってる方いらっしゃったらご一報ください。あのすぐに買い取らせていただきます。皆様ここまで前半戦ありがとうございます。本当になんかアキラさんただの買い取り業者みたいな、本当に申し訳ないです。アキラの買い取り鑑定団ありがとうございます。でですね、このナインティーズストリートスナップはですね、私のライフワークシリーズとしてもうすでに今日パート5ですから4本公開させていただいております。まだねご覧になっていただいてないという方、ぜひね合わせてご覧になってみてください。そしたらですね、いかに私がこの90年代カルチャー、裏原宿ファッションが好きで、でそれが本当にかっこいいので、なんでアキラさんがここまでしつこくそれを推してこの2022年にこの紹介しているのかっていうのが、まあ、ちょっとだけでもね、皆さんに分かっていただいて伝わったらめちゃめちゃ嬉しいでございます。それでは後半戦7枚目いかせていただきます。7枚目の90年代ナイティーズストリートスラップ、こちらでございます。そうなんです、さっきね半ズボン履いてる方いらっしゃったんで、ちょっと半ズボンを履いてる方の写真をたくさん集めてみました。やっぱしですね、僕らはそのね子供の頃はもちろん半ズボン履いてましたけれども、中学生高校生になってこの、まあ、ちょっとまあ大人というかですね、が半ズボンを履くっていう文化概念カルチャーっていうのが少しなくなった何年か数年間っていうのはあったんです。これ事実ですよね。だけどそれをですね、藤原宏さんはじめジョニオさん2号さんが、あと裏原宿のカリスマさんの方たち、特にヒカルさんですね、バウンティーハンターのヒカルさんも冬でもいつも半ズボン履いてましたから、まあ、一つのハードコアスタイルだったと思うんですけれども、なんかその半ズボンをファッションアイテム、おしゃれアイテムとして履くっていう、それを市民権を獲得して作って、それをこのデフォルトとして僕たちにいいんだよかっこいいんだよっていう風に教えてくださったのは、この裏原宿90年代のカルチャー、その一つのスタイルだったのかなと思います。なので半ズボンの人とっても多いんです。この方みたいに半ズボンに長袖、このスタイルが好きでね、今日実は僕もそうなんですけど、この長袖にこれ半ズボンのね、このヒョウ柄の半ズボン履いてるんですけれども、こういうスタイルだったの。このレッドイットライドの白のスウェットに黒のショーツ合わせて、でレッドウィングのプレーン2の方のね、レザーの黒のレザーのアイリスセッター合わせて、あとクロムだったりバイカーシェードだったりニットベレーだったりポーターのたすき掛けだったり、小物もねぬかりなくということで、なんかこう、まあ、いつの時代もそうですけど、ただ流行りを追いかけるんじゃなくて、自分なりにちゃんと着こなして、自分のパーソナリティに合わせて、ちょっとこういう風に小綺麗にね着こなすのって、やっぱりとってもこう好感度が高いですよね。これ男性から見ても女性から見てもすごくいいスタイルだと思います。これはなんかファッションスナップアワードとかグランプリみたいなので優勝とかされてたような方のこのスタイルだったとこの写真は思います。それでは本日の8枚目のナインティーズストリートスナップ、こちらです。これ半ズボンですよね、まあ、夏だからっていうのはありますけれども、夏でも半ズボンってあんまみんな履かなかったんですよ。でももう履いてかっこいいんだよって、でそれをこういう風にスニーカーで合わせたりとか、ニットのねこうベスト合わせたり、ハットかぶったり、いろいろ小物使いで、この白い T シャツの方はですね、これアンダーカバーのニルバーナ T シャツってものすごい有名なね、ジョニオさんがニルバーナ好きすぎてニルバーナの T シャツを作ってしまったっていう伝説の T シャツなんですけれども、それを着て、でよく見るとね、アンダーカバーワンアンドオンリーって書いたアンダーカバーのその当時のね、みんながめっちゃ欲しかったリストバンドとかしてるんですよ。でこっちの腕はデータバンク、カシオのデータバンクしてたり、こう小物使いで遊んだりとかしてましてね。でこっちの左の方はですね、でこっちの左の方はですね、このフレッドベリーのね、このチルデンベスト、これもね、これは2号さんと藤原宏さんが HFA だ、 HFA で紹介してめっちゃ流行ったんですよ。でこういうスタイル、なんかすごいフレッシュだな、うん、なんかいいな、好きだなこのスタイルも、うん、この夏でなんかこんな格好良くないですか。
なんか半ズボン履いて T シャツってラフな格好なんだけど、ちゃんと自分のこだわりとか自分の好きなものエッセンス入れて小物で遊んで自分なんかおしゃれを楽しむ、素晴らしいと思いませんか。では次の写真こちらでございます。この方もいいでしょ、シンプルで。これこういうのも好きなんだよな。このギャルソンのね、この長袖ニット、サマーニットですよ、に半ズボン。この長袖に半ズボンってやっぱいいですよね。この春夏はもうこの長袖ショーツスタイル、もうめちゃめちゃ押していきたいと思います。で、足元ノースウェーブでね、このね、かけてるメガネはね、シュトゥーシーのマイケルモデルでございます。シュトゥーシーのマイケルモデル、これはですね、今度絶対に試験に出ますから、皆さんメモってください、ノートに書いてください。今度は裏腹前頭文字で必ず出ますからね。状態言ってる場合じゃない、これね、ふざけてるんじゃないです、大真面目に私やってますからね。マジで今度やろうかな、裏腹塾、違う、裏腹前頭文字、すいません、置いときまして、続いての写真こちらでございます。かわいいでしょ、カップルさん、なんかすごい微笑ましいの、本当に。なんかこういう裏腹カップルみたいな人たちも結構ね、いらっしゃったんですよ。まあ、僕もちょっと似たようなことしてた部分もあるかなっていうのがあって、すごくこうノスタルジーがあって、なんかとっても微笑ましい。今もこう雑誌見返してて、うわ可愛いなーってとっても思うんですよ。19、20歳でね、彼女さんと彼氏さんが同じようなブランドだったりカルチャーが好きで、で2人とも同じようなファッションして、まあシェアしてたかもしれないしね、洋服を。すごくなんか微笑ましいし、いいですよね。なんか甘酸っぱいですよね。で、この彼女さんのショーツスタイルが、もうまさに王道ですよね。また、長袖にショーツなの。このエイプさんのグリーンのガンマエイプのスウェット、キャンバーボディ。これがね、かっこよかったんだよな。これを女の子がこうやって着てたんだもんな。ショーツに合わせてノースウェーブ履いて。いやー、素晴らしいですよね。で、このカップルさんは、エイプさんがね、多分お好きだったんでしょうね。彼氏さんはエイプさんのこれね、バスケのアップシャツなんですけど、これもずっと僕探してるんですけど、なかなか出てこなくて、これ2号さんがすごく気に入って、その当時よく着てらっしゃったんですよ。この A っていうこのワッペンがすごく特徴的なシャツで、僕のこの今日かけてあるんですけど、これは同じ形なんですけど、このワッペンがね、この猿なんでね、ちょっと違うんですね。こっちの方が高貴なやつでね、ここが A のねワッペンのやつを探してて、この方が着てるやつ、これね欲しいなーってずっと思ってるんですね。で、このキャップはグッドイナフのキャップですね、にビンテージのデニム合わせね、こういう形のスタイルで、こういうね微笑ましいカップルさんの写真とかが結構ストリートスラップみたいに出てくるんですよ。なんかいいでしょ、なんかね、本当になんか心温まる、今日なんか心温まるハートフルなストリートスラップの回に5回目にしてなってきたかと思います。それではこの勢いで本日の11枚目、これ結構すごいです、このストリートスナップすごい、もう3人とも超ノーウェア系。いやー、皆さん覚えてません？僕と同世代の方はもうこの3人みんな覚えてますよね。よく雑誌載ってたんですよ、このお三方は。いやーもう大好き、僕大好物、もう食べちゃいたい、違うか、すいません、なんか気持ち悪かったですね、申し訳ございません、本当に。で、この一番右の方はストリートスナップのこの動画シリーズで撮り始めた、第1回目に紹介したかな、ピンですごく好きなスタイルで、モヒカンでねバイカーシェードかけて、これレッドイートライドさんのカーキのスウェット着て、でこのパッチワークのねこのステッチで表現したデニムを、その当時 ELT のスタッフの千住さんとか、あとフェイマスのデザイナーさんとか、あと村淳さんとかみんな履いてて、真似してこれ作ったんですよ。でこの方も自分でお作りになったパッチワークで、今度僕のブランドでもこれへのオマージュとして、こういうなんかパッチワークでステッチで遊んだこういうデニムね作って販売しようかと思ってるんで、また広告期待でございます。そしてノースウェーブ履いてね、で真ん中の方はですね、このスタジャンなんですよ、このエイプのスタジャン欲しい、これほんと探してんだよな。これはほんと2号さんが着てたのと全く同じなんで、この方は色も全部
この赤ベースに白袖に、もう王道スタイルですよね。ヴィンテージデニムに白 T シャツ。この白 T シャツはエイプさんの初期の T シャツですね。これ僕同じもの所有させていただいております。アーカイブスでございます。で、キャップはさっきのカップルさんの彼氏さんと同じグッドイナフのね、ここに E って書いたキャップをかぶって、そしてレッドウィングのアイリスセッターのスウェードベージュ履いて、エイプのレコードバッグと、完璧でしょ。もうこんな完璧なノーウェアスタイル、素晴らしい素晴らしい。そしてこの一番こっちの方が、でもどうなんだろう、僕は一番好きかもしれないな、アンダーカバーさんのこのドクロブルゾンにヴィンテージのデニム、そしてノースウェーブ、そしてこのベルト、これアンダーカバーさんのロングベルトがその当時あって、こうやって垂らしてね、藤井フミヤさんがいつも垂らして雑誌出たりテレビ出たりしてたんですよ。この方もそこからオマージュ受けてねいらっしゃると思うんですけれども、なんか右の方と真ん中の方はまあ結構王道スタイルで、ただこの左の方はやっぱアンダーカバーさんの洋服ってちょっとやっぱジョニオ様のその天才たるゆえんで、こうエレガンスだったりモードだったりしますでしょ。それをそういったエレガンスモードな、すごいアバンギャルドなこのアイテムをヴィンテージデニムという一番オーセンティックなボトムと合わせて、でこういう小物とかでこう遊んでいく、いやこういうスタイルってなんかありそうでないというか、この当時は結構こういうのは自然に僕らできちゃってたんですよ。僕もアンダーカバーさんすごい好きだったんで、ボロボロのグランジデニムとアンダーカバーのなんか綺麗めな、なんかブルゾンとか合わせるのものすごく好きだったんですけど、でもそれって結局なんだろう、自然とできてしまってたけど、今よくよく考えたら結構割とすごいことだったのかなって。でもそれが結局そのジョニオさんだったり2号さんたちのクリエーションとか発信を僕らがキャッチしていたからっていうか、まあその方たちが発信してくれていたから、まあ、そういうスタイルって自然とできて生まれていったのかなって。なんか本当にこの3人見てるとこれがカルチャーでしょ。なんかもうしつこく、本当にしつこくて申し訳ないんですけれども、裏原宿ファッション、そしてこの90年代のカルチャーなんですよ。これがただの服じゃないんですよ、ただのファッションじゃないんですよ、ただのスタイリングとかコーデじゃないんですよ。この全てを、このひっくるめたこの後ろ側、バックボーンも全てひっくるめた一つのこのカルチャー、世界、まあ、宇宙なのかなって、この3人の方を見て僕はつくづく思います。皆様本当に今日もね、ここまでありがとうございます。マジでめちゃめちゃ感謝しております。それではですね、本日のナイティスストリートスナップ最後の写真の紹介となりました。12枚目と13枚目一気に2枚一遍に行かせていただきます。こちらです。こう来たかと。そうなんですよ、もう1枚目から3枚目に遡りますけれども、やっぱりこのヴィンテージのデニムを中心としたスタイリングっていうのが裏原宿ファッション 90s ストリートスナップ、この90年代カルチャーでは一つの王道スタイルだったわけなんですけれども、なんかそっからですね、もう一歩突っ込んだところにこのお二人のようなスタイリングがあったのかなっていうふうに思ってまして、共通しているのはこのヒッコリーストライプなんですよ。僕ね、このヒッコリーストライプ本当に好きで、もう好きすぎて絶対僕のブランドでもヒッコリーストライプのむちゃくちゃかっこいいアイテム開発して作って皆さんにご提供しますんでね、すいませんね、なんか宣伝ばっかりしてね、今後期待でございます。で、置いといて、なんかおしゃれでしょ。なんかノーベアスタイルなんですけど、このオーバーオール着てる方はこのヴィンテージのヒッコリーのオーバーオールを着て、中はですねネイバーフッドさんの T シャツとかロンティーを重ね着して、足元はレトリングのアイリスセッターなんですけれども、なんかとってもなんかこうオリジナリティがあって、ちゃんとミックスされてて自分の個性も出せてて、素晴らしいと思う。コーディネートとしてもレイヤードとしても、オーバーオールのこの見た目があって T シャツがあってロンティーがあるみたいな、このレイヤードってなんかまあなかなかないでしょ。だから逆に新しいんですよ。なんで最後のこのね写真としてトリをね務めさせていただくにはふさわしいと思いますね。おしゃれですよ、このスタイルもやろう。これ春夏やりません、みんなでオーバーオールまず買いましょう。オーバーオールね、
まあ、ヒッコリーだと完璧ですよ。ヒッコリーじゃなくても普通のデニムでもうオーバーオール着て T シャツ着てロンティ、これもねジョニオさんたちもよくやってたんですよ。その当時僕原宿によく行ってて、ジョニオさんとかね、あの、まあ、軍団を目撃したりして、こうやって影からこうやって追いかけて見てたりしてたんですよ。でジョニオさんがこうねモヒカンでオーバーオール着て T シャツとロンティとか T シャツと七分袖のねベースボール T シャツを重ね着したりして、めちゃくちゃおしゃれだったんですよ。このレイヤード、スリーレイヤード、これよろしくお願いいたします。そしてこちらの方、普通におしゃれでしょ、むちゃくちゃかっこよくない、このこなれ感。ヒッコリーのカバーオール、ちょっと大きめでザクッと着て、でデニムポン履いて、で白 T 着てキャップかぶってね、レッドウィングアイしてた、おしゃれでしょ、すごい力抜けてて、だけどこの色合いのカラーコーディネートも完璧じゃない、ヒッコリー白 T でヴィンテージのこのデニムのネイビーで黒いキャップに足元上下黒で合わせて、このトーン、いやこれはおしゃれだわ、普遍だわ。本当に今日もたくさんスナップ紹介させていただいて、どのスタイルもすごくかっこよくて、今見ても参考になるし勉強になるし、この2022年の春夏ね真似したい、こんなスタイルどうですかって提案にもなったと思うんですけど、最後のこのお二方のスタイルはもうなんだろう、散々ね浦原宿とか90年代カルチャーとか 90s ストリートスナップとか散々言っといて、なんかもうそういうの超越したなんか本当に普遍なスタイル、だからかっこいいんだなって、いや思っちゃいましたね。だから最後すいません、そんな感じで今日もですね 90s ストリートスナップパート5、もうめちゃめちゃ充実の内容でお届けできたと思います。楽しんでいただけたかと思います。ありがとうございます。本日以上です。ありがとうございました。そんな感じで皆様、次の動画でもまたね、お会いできたらもうめちゃめちゃ嬉しいでございます。